八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各地にお邪魔し、その地域の歴史や魅力を、さらに八戸に住む面白人物をご紹介します。こんにちは、大地球です。立花でお話を伺っておりますが、今日が2日目でございます。書評家の聖光さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、書評家としての聖光さんにちょこっとお話を伺いますが、はい、書評、昨日最初の方で2000何年でしたっけ、2003年です。3年からね、そのお仕事をされているということで、なぜそういう風になったんですか。まあ、ブログをですね、始めたきっかけはですね、ブログをやってみたかったっていうものがありまして、とりあえずブログを始めたかったんですね、はい。ただネタは何か考えてなかったんですけども、まあ、ちょっと本が好きだったんでやってみよう、本だったらまあネタに困らないかなと思ってやり始めたのがきっかけですね。それもあのブログでやられたわけですから、そっちを見た人がの反響が大きかったと。そうですね、あの僕のブログを見た方がオンライン書店などでご購入されて、そのランキングがこういろいろ上がったりしたことが続いたもんですから、ちょっと話題になってですね、いろいろ雑誌等で取り上げられる機会も増えたりとかですね、あと本の帯なんかの推薦文書いてくださいとかですね、そういう依頼が増えてきまして、だんだんなんか意外といけてるかなっていうのが途中で分かってきて、ちょっと本気になってやってみようかなって思ったのが続けるきっかけですね。そういう反響が来るとはご自身では全然考えてなかったんですか。そうですね、全く最初始めた頃は想像もつかなかったんですけれども、まあね、市民の延長というか、はい、その中で始められたわけですもんね。そうですね、はい、そうでした。今や金入番長店さんに聖光さんのコーナーがあると。そうですね、あの金入番長店さんの方でですね、一角にあのビジネス書の専門コーナーを置かせていただいております。金入聖光堂っていう名前でビジネス書の定番100冊をですね、僕が選んだものを置かせていただいております。その100冊は、時期が来るとこう何冊か入れ替わったりするんですか、それともずっと同じ。基本的にはですね、ずっと同じものが置く予定でして、で選んだ本もですね、あの10年以上前から出てる本を中心にして、もう永遠の定番として評価が確立されているものを置いております。で、まあ、その置いてある理由っていうのはですね、あの昨今ビジネス書の移り変わりが激しいといいますか、本屋に並んでもまたすぐ消えていく本が多いんですね。そうすると書店に行ってもう何を選んでいいかわからないっていう状態になったりすることが多いもんですから、もうそれならいっそ定番の本を置いて基本をしっかり学んでもらおうということが、その置いてある趣旨ですね。その書評なさってるのはビジネス書に限ったわけじゃないんでしょ。ビジネス書がまあメインなんですけれども、最近ではあのデイリー東北さんの中高生向けに、中高生のうちに読んでおきたい本っていうコーナーを月1回連載させていただいております。さあ、いろいろとこうね、そこの最初のブログからあの仕事が広がっていったわけですが、でその中で昨日もちょっとお話が出ましたが、工場萌えという、写真集になりますか、あれは。はい、そうです、写真集、はい、写真集、はいはい、その書評をなさって、はい、話題になってますけど、まあ、今回あの工場萌えという本を出した大山健さんがですね、はい、工場っていう文庫版の写真集を出したんですけれども、はい、その中にあの八戸の工場景観が掲載されておりまして、それがきっかけでちょっと僕も書評を書いてみたりですね、ちょっと応援させていただいてるんですけれども、かなりあの
それがやっぱ地元の方にも刺激になったというか、地元の景観を見直すきっかけになったりしたみたいでですね、番町店さんでもあのベストセラーのランキングに入るなどしてですね、今ちょっと話題になってます ね、はい、あの聖光さんから見て八戸の工場群といいますか、工場地帯、魅力はどこにあります？工場地帯っていうものがあってですね、工場は集積してるんですけれども、比較的あの街中からのアクセスがいいといいますか、割と見えやすい位置にあってですね、写真も撮りやすいし、あとまあ中高生なんかにの方ですと社会のその工場の理解とかに勤めるのに良かったりとかですね、そういうのが魅力じゃないかなと思います。川崎とか千葉とかですと、あのすごい離れてたりすごい大きかったりするんで、もう完全に住居と工場地帯が別になってますんで、見えにくい部分がありますけれども、八戸はその点近いんでいいかなと思います。全国的に珍しいですか、やっぱり。まあ、そうですね、あと八戸の場合工場だけではなくてですね、工場があり漁港があり種差海岸とかの砂浜がありですね、いろんな多様な姿が見えるので、すぐ近い距離でですね、そういうのは珍しいんじゃないかなと思います。一粒で三度おいしいぐらいの感じですね。そう言われないと、私たち今まで工場地帯というかね、そういうのを全然興味というか視点がいかなかったわけですけども、今後どうでしょうね、そういう世界はまだまだ広がりを見せますか。どうでしょう、割とまあ意外と好きだった方は多いと思うんですね。あの潜在的に好きだったけど自分でもあまり気づいてなかったとか、まあ、そういう方は増えると思いますけれども、まあね、いい方向に、ね、何かつながっていけばいいなと思いますね。またあと逆にですね、そういうのを撮影する人が増えてですね、工場の方のですね、作業の邪魔をしたりとかですね、車をその辺に勝手に駐車したりとかですね、いろんなこうルール、基本的なルールを守らない方が出てくるとちょっと心配といいますか、マナーを守って工場を楽しく鑑賞していただければなと思います。さて、書評があってそういう趣味のカメラで工場のお話がありました。他に何か今目を向けていらっしゃることあります？他に目を向けているものですか。あと僕食べ歩きもちょっと好きなんで、いろんなその食べ物屋さんの写真とか地図をまとめたいなとは思ってます。それはあの市内で？市内で、はい。食べ物はどういう系が好きですか？普通にあのラーメンとか焼肉とかそういうものが好きです。うん、はい。じゃあもうある程度自分の中では たまってあります、写真。はい。それなんかでまとめて発表する予定はないんですか？まあ、発表という大げさなもんじゃないんですけど、まあ、公開していきたいなと思ってます、ね。はい。そういうのを公開するとまた、いやこっちの方が美味しいかもしれないとかっていう話が出てくるんでしょ。また食べ物は皆さん好きですから ね、もうはいろいろ好みもありますでしょうけど、かなり反響はあるんじゃないかなと思ってます。そうか、あそれはそれでまた楽しみでございますけれども、2日間にわたりまして、私が知らないネットのお話をいろいろ伺いまして、勉強になった2日間でございました。とっても天気がいいってラジオで言ってもわからないと思いますけれども、ポカポカとした立て花で、聖光さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。とっけー八戸お邪魔隊だよ。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。来週のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。